いやあ、刹那圭介だよ。今回は百少女会えなくてやっていきます。パート2ですね。カエル君、カエル君、ありがとうね。セーブさせて行ってみましょう。ここら辺まだ見てないからね、何があるか分かりません。開きません。開かんのかよ。こっちは開きません。え、んー、こっちは開くでしょ、こっちは開くでしょ。開きません。この観葉植物に何かあるのを見た。あったしな、本当にあったしな。ちょっと待って、鍵あって、どこの鍵とかはないんかよ。本当にあったよ。ん、道が木材で封鎖されています。うん、なんかで割るんかな。もしかしてヤバいのが出てきたりするんかな、斧的な。お、ここは入れる。なんかあるかな。テーブル。あ、ちょっとこっちからはいけない。子供たちの各年、各年のバースデーカードが並べられています。うん。同じか。あー、パスワード来ましたか。やっぱそういう謎解き来ますか。うん。壺がある。なんか隣に壺がある。でかい壺があるんやけど。あ、開かんのかい。めっちゃ気になるんやけど、あの中に何かありそうでさ。前作ではあったよ。確か、何だったかな。日本人形が。おう、テレビだ。確か前作ね、テレビつけっぱなししたら何か流れるんですよ。今回もそんなんあるんかな。タンスの中にはたくさんの服。そりゃタンスだから、そりゃ入っているわけでしょうが。タンスですよ。お、ダンボール内にパズルのピースが入っています。持っていくよ、そりゃ。パズルのピース。なんだそれ。四つもある。世界地図ってなんだ。世界地図のパズルの各ピース。何に使うのだろう。こっちが聞きたいよ。何も流れんな。前作はなんか意味わからんの流れたんよな。結局ヒントにならんかったけどね。消しとこう。わあ。何かありげないドアがあるんですけど。これだけか。なんかの鍵かわからんけど、鍵が手に入ったわけです。ここじゃない。なんかの鍵かわからん的な名前だったら、こういう、なんだろうな、的な、ドアなんだろうかな、って思ったんやけど、それでもないんかな。こっちか？ここでもない？じゃあどこ？確か一つ開いてなかったな、ここ。え？ちょっと待って。いや、さっきここ見たしな。これ自動で使ってくるパターンのやつだったしな、鍵って。確か。いや、覚えてないけどさ。うん。え、じゃあ何？なんか調べ忘れとるところある？テレビ漫画まだあるんかな？ないよね。そんなにじれっていくことさせたらあかんよ、俺に。え？みゆちゃん。なんかあるぞ、向こう側。開くんかな、もう。開いていてくれ。開いている。よかった、よかった。っていうか、あるやね。結構、すごいね。2回目入ったら、ようやくこっちが開く的なシステム。あ、そういうことかって、させられる。鍵が落ちている。来たー、書斎の鍵。え？え、なに？やめて。見ないで。何やお前。誰や、ミュウちゃんじゃないぞ。お前を探しに来たんじゃないぞ。書斎の鍵がこういう、てか書斎がこんな入り口なわけないよな。この厳重な感じ、もうシェルターって言えるくらいやもんな。それから書斎だったら、あれはーってなるもんな。あれはーってなんだ。こっちじゃない。こっち？違う。お？さっき手に入れた鍵が使えそうです。もちろん使います。こっち行こうか。セーブしとこうか。あれ？あ、そう。セーブしとこうかじゃねえよ。これはカエル君に喋りかけんかったらセーブできんパターンのやつだけんな。一旦セーブしてこようか。ちょっとめんどくさいけど。よし。じゃあ、書斎を調べましょう。書斎。一つ一つ調べるの巻。
世界の国々が50音順に載っている作品があります。これいつか使えるんじゃないかな。このパズルのピース4つに関わってきそうな気がするんよな。世界地図ってところはさ。それで気になるのがこの上のやつですね。何かなこれ。何の本かな。これはアルバム？あ、アルバム？ミューちゃんちのアルバムかな。アルバムが机の上に置いてあります。中身を見ますか。1984年5月7日お母さんとお父さんとユキエとの集合写真。ユキエちゃん、これからよろしくね。1984年、ユキエがハイハイを覚えたみたい。え、ちょっと待って、1984年、さっきもそうだったよな。いやー、生まれた年にハイハイを覚えたんや。すげえな。俺そんなに早くハイハイできたかな。てかそんなに早くハイハイできるもんなん知らん。パフのところまでいけるかな、いけるかな、いけるかな。1987年7月9日、ミュウが誕生。ついに、ユキエもお姉ちゃんだね。いいお姉ちゃんになってね。1996年、何月とかもない。家の前での家族集合写真。この写真なんか見たことあるような気がするな、前作でさ。右下のがミュウちゃんです。ユキエ12歳、ミュウ9歳、アヤコ35歳、シンジ37歳。というわけか。ん？見るなって言ったのに。え？え？私たちだけの思いで見るなって言ったのに。許さない。逃げな、逃げるパターン。やべやべ、早い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 脳もくり抜かれた。幸せ全部くり抜かれた。あなたも味わう？この痛み、絶望、悲しみ、あなたにも味合わせて、味合わせる思い出消してやる。このタイミングで電話かかってきた。あ、誰か取ってくれた。家族の誰か取ってくれた。よかったよかった。続けます。足と腕切断した。次喉かき切る。ゲームオーバー。誰だね君は。ミュウちゃんの家の人かね。全然そんな人おらんかったと思うんやけどね。次からとりあえずあれか、これ調べたら出てくる的な感じか。とりあえず進めていこう。この辺カットね。この辺カットね。っていうかもうここまで来たけんもうカットする必要ないと思うんやけど。で、こう進んだら出てくる。ってわけですね。オッケー。一つ策があるんやけど。もしかしたらっていうのがあるんですけどね。こう逃げるじゃないですか。この部屋じゃないんかな。この部屋でここに入る。当たり！来たー！言った？今のは一体ちょっと青鬼みたいな音がしたね。とにかく俺の勘は正解だった。ヒャッフー。あ、そうだ、パスワード。もうパスワードなんか入れんかったら的な感じじゃないかな。これよ、これ。このパスワードが何かっつう話よな。さっきのイベントが起こったからなんかどっか開いた的な感じではないだろう。え？ああ！ホラー映画が放映されています。ホラー映画かい。脅かせてんじゃねえよ。お前夜中やけんホラー映画ぐらいするかななんて思ったり。うん。タイミングよくそんなチャンネルにしていく、しておくんじゃねえ。サダコ出てきたらなんか怖っ。中学2年生には貞子を刺激強いんちゃうんか。知らんけどね。この中なんかあったりしたんかな。あるわけないよな。あったら隠れた時に気づくよな。今のイベントでどっか開いとったりするんかな。
ここら辺の開いてない、こっちはこっちのあったやん、開いてない、あ、あるわ、あそこなんかあったけど、ここに隠れてたら必要にかったんかな、なんで開いてないような、うん、あ、この年号かな、もしかして1984年とか、1984年、1987年、1996年、あ、メモ元かな、これ覚えれんわ、メモりまーす、ここやな、1984年、違う、これじゃない、次で1987年か、これでもないってことは1996年、最後に残ったこれが1996年、おい、あれ違う、え、じゃあ何、え、バースデー、バースデー、みんなのバースデー、え、4桁って言うたらこれぐらいしかなくね、え、まあこのなんつうか正直数字が出てくるんこれしかないけん、もうこれがヒントなんだろうなって思ってこれないんやけどな、どういうこと、5月なのか、お母さんとお父さんとゆきえとの集合写真、1984年、ゆきえがはいはいを覚えた、はいはいで、はい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 、あっはい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 、わかったわかった、はい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 、違うよな、それはさすがにおかしいよな、それはないわ、それはないわ、これが正解で当てたまるか、じゃあなんだろうな、お母さんとお父さんとゆきえとの集合写真、ゆきえがはいはい覚えた、パパのところまで行けるかな、みゆがたんにゃ、ついにゆきえもお姉ちゃんだね、あ、ちょっと待って、これ写真4枚ない、ちょうど4枚なんやけど、ほらこれ1枚目2枚目3枚目4枚目、これか、あれじゃ人数じゃ、写真ごとに人数違うけん、それをパスワードにしとんか、もしかしてこれ3人だろ、これ2人4人4人3244、来た、これじゃ、これ、はーい、これ来たんじゃん、来たんちゃーん、これ来たんちゃーん、これであっとんちゃーん、何やったっけ何やったっけ、3か、3で2人で4で4か、来たー、あら、おかしいな、いい判断だと思ったんですけどね、俺置いてきたと思ったんですけどね違った違ったわ、ツボ、うん、カエルくん、パスワード何かわからないよ、教えてよ、セーブして、はい、じゃあ今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました、 See you again。